にちは。スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。昨日ワールドカップ予選見ましたでしょうか？日本ワールドカップ出場です。おめでとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですよね。私もサッカー大好きなんで見てましたけども、気持ち盛り上がりましたね。子育てのヒントも頑張りたいと思います。では今日はこちらです。ユダヤ式学習法、今日はですね、定義というかお話してあります。この勉強の定義、なぜ人は学ぶのか、なぜ人は勉強するのかっていうのを答えられる人ってどれぐらいいるか、まあ、これ教師としてはすごく大事だと思うんですね。で、このユダヤ式学習を定義している家庭学習コンサルトの坂本さんはですね、勉強の定義をこう言ってます。できないことをできるようにする。この定義に基づくとすごく勉強って分かりやすくて、ってことは本を読むだけではなくて、いろんなボランティアに行ったりとか、いろんな自分の体験から学ぶこともできないようにする、できないことをできるようにすることですよね。ですから本当に勉強というと書くだけ、読むだけじゃなくて、いろんな体験とか体感とか失敗とか、そういうことからできないことをできるようにするってことになります。ですがこの定義に基づくと勉強もですね、学校の勉強も少し分かりやすくなってきますよ。例えばよく教科書を読んで問題集の繰り返しをしなさいってよく学校の先生に言われると思いますが、できる問題を何回やってもしょうがないんですね。ですからただの問題集の繰り返しではなくて、できない問題だけ繰り返しやるんです。そうすると勉強的にも効率的になりますし、よりこの勉強っていうのがうまくいって点数も上がるようになっていきます。この定義ぜひぜひ覚えておいてください。じゃないとずれてしまうものになる可能性がありますから、ユダヤ式学習法をやるときもこの定義をしっかり頭に入れてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。